ナコーオンチャイシー郡は、大中部、ナコーンパトム県にある郡の一つ。古くは、シーウィチャイ、シーチャイ、シリウィチャイなどと言われてきたが、アユタヤ時代にチャクラパットにより現在の名前に変えられた。本来は、ナコーオンパトムの郊外にある小さな村だったが、16世紀頃までにナコーオンパトムの運河の水位が下がり貿易港としての機能が失われたため、また、 ビルマ・タウング王朝の侵入を恐れて、アユタヤ王朝のチャクラパットは1548年、ナコーンパトムの12号ナコーンチャイシーまで住人を移住させた。これを機に、ナコーンチャイシーは、アユタヤ王朝下では、主要都市の一つとして機能した。後のアユタヤ王は、エーカート・サロット王は、ワットシー・マハポートを混流している。1895年には、 モントンナコーンチャイシーの首都として機能した。後1897年には、ナコーオンパトムが再建されたことにより、ラーマ5世によって住民が再度ナコーオンパトムまで移住させられ、その後、ナコーオンパトム県内での地位は下がっていくことになる。軍内は、平坦な米などの農作に適した湿地帯である。また農業用の運河も数多く掘られている。 バンコクの近郊都市の一つでもあり、中流、上流階級のベッドタウンともなっている。ナコオンチャイシーの名産品、ザボンカーオーナムプンブランド農業面では従来、ピンケオマイという米のブランドで有名で、有名であった。現在では、ジャスミン米というブランドの米の方が有名になり、ピンケオマイのブランドの価値は下がったが、現在では、ザボンの生産で有名である。ザボンは特に、 トーンリー、カーオナムプンなどが有名である。他にも太もも、クワガなどが生産されている。観光業も比較的盛んであり、前述のワットシーマハーポートは、アユタヤ時代に建てられた歴史ある寺として有名なスポットであり。歴史や説話の人物等をローで再現した老人形博物館なども多くの観光客を集めている。ナコーンチャイシー群は24のタムボンがあり、 さらにその階に108の村がある。軍内には2つの定差バーンがあり、以下のようになっている。以下は、軍内のタムボンの一覧である。タムボンラコーンチャイシータムボンバーンクラバオタムボン、ワットケータムボンタムナックタムボンバーン系オタムボン、タークラチャップタムボンクン系オタムボン、タープライアータムボン、パニアットタムボンバーンラカムタムボンコークプラチェディー、タムボンシーラサトーンタムボンレームブアタムボン、 シーマハポートタムボンサムパトゥアムタムボンワットサムローンタムボンコーンフェイクタムボンフワイプルータムボンワットラムックタムボンバンプラタムボンバンケーオファータムボンラーンタークファータムボンニューラーイタムボンタイアーワートありがとうございます